冒険家アメリカ海軍のドン・ゴルシュ・タイと共に、世界の深海を探検しとりわけ最も深い海、マリアナ海溝のチャレンジャー海部地への潜水探検でも知られている。ベルギーのブリュッセルで、オーギュスト・ピカールの息子として生まれた。ピカール家には探検家が多く、父オーギュストは、気球飛行で1931年と1932年に、 当時の世界最高記録を作っている。ジャックの父、オーギュストは、気球で培った、浮力技術を応用して、潜水艇の一種、バチスカーフを開発した。その当時、ジャックは、ジュネーブ大学で、経済学を教えていた。その後、二人は協力して、1948から1955年に三つの、バチスカーフを作り、最初のものは、 水深4600フィート、2期目は1万フィートを記録した。3期目は政府が購入している。この潜水の成功後、ジャックは経済学者を辞めて海洋探検に専念している。ジャックの息子、ベルトラン・ピカールも冒険家で、1999年3月に気球を使った無着陸世界一周旅行を達成している。 1972年ハワード・エヌ・ボッツメダル受賞。ジャックは82歳になるまで深海探検を続けた。2008年11月1日、レマン・コハンにある自宅で没した。86歳没。ジャックはアメリカ海軍からの財政援助を受けて潜水艇トリエステを作り、そのままコンサルタントとして雇われた。アメリカ海軍は海底に沈没した。 物資引上げなどの目的で海底探検の価値を認め、トリエステを使ってより深い海の探検を模索した。1960年1月23日、ジャックはアメリカ海軍隊員のドイモォルシュと共にマリアナ海溝のチャレンジャー海部地の底まで潜り、当時の水深計で1916メートルを示す位置まで到達した。 ただし1995年に測定し直したところ、正確には1911メートルであった。降下には5時間を要し、水深9000メートルで船体に大きなイオンがあったが、そのままそこまで潜り続けた。海底に20分間滞在し、3時間15分かけて上昇した。この潜水は世界中の注目を集め、ジャックは計画推進に協力した。 地質学者のロバート・ディーツと共著で7マイルの先行を書いた。しかしながら深海探検はこれが最後となった。トリエステは維持費が高く、しかもただ潜るだけの装置でありサンプル採取や写真撮影ができなかったからである。トリエステは1961年に廃線となった。ただし後に改良型のトリエステ2が作られ、 沈没したアメリカ海軍原子力潜水艦のスレッシャーとスコーピオンの残骸を発見している。1969年7月14日、ジャックは潜水艇のベンフランクリンを使い、フロリダ州パームビーチ沖の海流に乗って4週間以上潜水し2 3 0 0トル離れたメイン州沖にまで到達した。出発したのは アポロ11号打ち上げの2日前であった。乗組員は6名で、ジャックはそのうちリーダーだった。スイス人のエルヴィン・エーベルソルドも、フランク・リンゴを作った時の主任助手であり、ジャック自身が操縦士として指名した。フランク・リンゴの製造に当たったメーカーのグラマンからは、ドンカ・ジュミールが選ばれた。アメリカ海軍海洋地警局からは、フランク・バズビーが選ばれ、イギリス海軍からは、 音響学の専門家、ケンハイが選ばれた。もう一人は NASA の科学者で、ジェット名であり、閉鎖空間生活のスペシャリストだった。これは当時の NASA マーシャル宇宙飛行センターの所長、ベルナー・フォン・ブラウンが閉鎖空間生活の調査の一環として乗り込ませたものであった。この潜水艇は現在、 カナダのバンクーバーのバンクーバー海洋博物館に収められている。2008年2月1日にベルギーのルーベン・カトリック大学から名誉学位を授与されている。ジャックはスイスのキュリーで海子研究保護基金の設立に協力している。またジャックは潜水艦を4台作り、それに関するアメリカ特許を取得している。ありがとうございます。